田植えを体験したのは登米市の新田小学校の4年生と5年生合わせて42人です。児童たちは地元の農業生産法人が管理する 3R の田んぼに10センチほどに育った一目惚れの苗を一株一株丁寧に手作業で植えていきました。本物の稲できた。イエーイ。5年生の一緒に手つないで怖くて入ったけど、その後からだんだん慣れてきて上手にできてよかったです。結構むにゃむにゃしてて、でしかも土が重くて動きづらかった、大きく育ったし。児童たちが苗を植えた田んぼでは冬の間水を張ることによって微生物が豊富となる冬水田んぼと呼ばれる農法で農薬や化学肥料を使わず稲が育てられます。児童たちは自分たちが植えた稲の成長を観察しながら秋にまたみんなで稲刈りを体験することにしています。